メントを頂戴してしまいました。やまして、コゲン自動車の変態ジュンケルです。明けましておめでとうございます。今年もコゲン自動車チャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。ではサンバートラックいいですね。前回の動画で手抜きという題名で配信させてもらったんですけども、その手を抜いた内容を、ご視聴者さんからの、コメント反応を、交えながら全て回答させていただきます。まずはいただいたコメントの方から紹介します。じゃあちょっと読み上げますね。ジュンケルさんの手抜きが他の極上仕上げとしか見えません。来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。次が、素人で間違えるかもしれませんが、サンバーにクリア塗装されてないと思いますが、というご指摘をいただきました。ちなみにクリア塗装はしっかりと行っております。そういうふうに勘違いさせてしまった内容に手抜きポイントがございます。今から説明します。はい、その勘違いをさせてしまった理由がこちらのガンになります。まあ、通常といいますか、いつもならまずこちらのガンですね。こちらはベース用のガン、クリア用のガン、ぼかし用のガンで3種類使ってるんですけど、今回はベース用のこの一つのガンだけで全ての塗装を行いました。なのでクリア塗ってる時もこの赤色のガンを使っているので、クリアを塗らなかったんじゃないかという勘違いをさせてしまいました。で、なぜ一つのガンだけで全ての塗装を行ったかと言いますと、塗装後のガンの洗浄が結構めんどくさいんです。なんで3種類を使うと洗いが大変なので、その手間を省くためにこの一つのガンだけで行いました。一応こちらのガンは、まあ、主にソリッドで使用してるんですけど、クリアも含め、まあ、オールインワンで使えるガンなんです。で、注意点はベース塗装からクリアを塗るときに最初のベース塗料がクリアに混入してゴミが入ってしまう可能性があるということになります。なんで一応その間はちゃんと洗浄してクリアを塗っていますので、もう一つはこのガンは最初から結構厚めに出るガンなんです。それなんで特にこの寒い時期、かつ、まあ、うちみたいに環境があまり良くないところで、塗装経験がない方がこれでクリアを塗ってしまうと垂らしてしまう恐れがあるということになります。まあ、僕はこの環境に慣れてるんで垂らさずにクリアもしっかりと塗装しております。ちなみにガンを3種類に分けずに1つのガンだけで全てを行ったことが手抜きかと言われると、僕的にはちゃんと洗ってて仕上がりが良ければ手抜きでもないんじゃないかなと思っております。では次のコメントに入ります。はじめまして、いつも楽しみに視聴しております。ありがとうございます。スバル製サンバーに乗るサンバー大好き人間です。ジュンケルさんの丁寧な作業に好感を持っております。これまたありがとうございます。今回の手抜きとは左右フェンダーと鳥居を中古にしたことぐらいしか見当たるところがなかったのですが、あとはフロントバンパー左下の消費済みを修正せずに塗装したところでしょうかと、っていう鋭いご指摘をまたまたいただきました。ありがとうございます。それでは説明させてもらいます。はい、ご指摘いただいたのがこのフェンダーと鳥居の曲がりを、あっさりと中古に交換したということになりますね。まあ本当にご指摘の通りなんですけど、いつもなら YouTube ネタ的にもこういったものを板金して、アップしたりするんですけども、まあ、今回は作業スピードと、価格重視なもんで中古のものをリフレッシュして使用することにしました。ちなみに同じような内容で自腹での修理を安く早くしてほしい
ご依頼が来た場合は今のような感じで中古の方を使用します。理由はこういったものを板金して塗装する方が高つくからです。もう一つのご指摘はフロントバンパー左下の消費済みですね。この箇所ですね、この箇所に消費済みがございます。こちらの方は僕も分かっておりました。で、まあ目立たなかったんで修復をせずにそのまま塗装を行いました。なので分かっててやらなかったんでご指摘の通り手抜きになります。バンパーは錆びることがないんで目立つ傷と切れのみ修復して一面塗装で仕上げました。では次です。ジュンケルさんの手抜きはなしでしょうという僕にご期待をいただいている方からコメントいただきました。題名的にはちょっと裏切った内容にはなるんですけども、基本作業は一切手抜きしておりませんのでご安心ください。で次も同じ方からなんですけど、手抜きの方が良いですねというコメントをいただきました。なので、まあ、手抜きかどうかっていう微妙なところは僕的にはあるんですけど、そういった内容でも同じクオリティで仕上がったというご評価をいただいたんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。では次の方です。商品なのでここまで綺麗に仕上げなくても良いと思う人は買わなければ済むことではないですか。綺麗に仕上げるのに一言言う人は言いがかりでしょうと。綺麗に仕上げるのは付加価値です。それを納得した人が価格交渉して買うのが商品だと思いますというコメントをいただきました。ありがとうございます。本当にごもっともなご意見でございます。ある意味付加価値というふうに言っていただいたことに、まあこれまで仕上げてきた内容的にはほっとしている部分がございます。ただ当社に直接ご連絡いただいた方々から、そこまで綺麗に仕上げなくてもいいということと、そこまで良い車両じゃなくてもいいと、とにかくサンバーは走りに魅力があるんで下回りのリフレッシュだけをしっかり行ってお求めやすいサンバーも販売してほしいというニーズもいただきました。なので今年は半分こだわった仕上げのサンバーと残り半分はほどほどな距離とほどほどな状態のサンバーを下回りだけしっかり行ってお求めやすい価格のサンバーも販売していきたいと思います。それでは次のコメントに入ります。まあピカピカが良いなら新車わかるけど、貴重なサンバーだからこそとことんが良いような気がするな。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。僕も一応同じ思いでこれまで仕上げてきました。サンバは本当に希少車なんでとことんしたい気持ちになります。ただ仕入れに関しても価格がガンガン上がっていってるんで、サンバに乗りたいけど高くて買えないという方々に、まあ、安心できるレベルで仕上げたサンバも順次販売していきたいと思いますので、長い目でお待ちいただければありがたいです。では次、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。煽り内側とか、荷台塗装している時点で全然手抜きになってない。でもまた綺麗なサンバー仕上がるのが嬉しいし楽しみです。雪積もって寒いでしょうが、今年も体に気をつけて変態ジュンケルさんのこだわりまた見せてください。楽しみにしてます。お気遣いまでいただきありがとうございます。今年も変態度合いをより一層上げていきますのでよろしくお願いいたします。それでは次は、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。正直どこを手抜きしたのか分かりません。だからこれで良いと思います。十分ですよ。今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。そう言っていただき光栄でございます。ありがとうございます。それでは次は、お疲れ様です。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。手抜きといっても一般の板金屋さんでは普通ですよ。ジュンケルさん的には手抜きでも世間一般的には普通ですわ。寒く手の感覚がなくなることも多々あると思いますが、体に気をつけてガンバですよ。これまたお気遣いまでいただき本当に嬉しいです。ありがとうございます。
一応今回の内容は、まあ、素人さん的にはどこを手抜きしてるのかが分かりにくかったかなと思います。で、今年は、まあ、先ほどお伝えしたように半分こだわったサンバ、半分程よく仕上げたサンバを安くという方向性でいきたいと思いますので、その内容についてまた何かございましたら、どしどしコメントご指摘いただければと思います。よろしくお願いします。それでは次はショックなコメントを頂戴してしまいました。読み上げます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ご謙遜されてますけど、そういう方はこの動画を見てません。親方の腕信用として私自身も見させてもらってます。逆に言えばご納得いかなかったら他の店へ行くだけの言葉だと思うんです。なので登録を外しました。だから評価も今回はいたしません。しばらくお会いすることも終わりです。ありがとうございましたと。こちらの方は昔から、コメントいただいている方だったんで、お別れという内容に非常にショックを受けております。もし、また、戻ってきたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それでは、最後のいただいたコメントになります。こちらの方は主にハイゼットデッキ版を配信されているYouTuberの方よりいただきました。ありがとうございます。では読み上げます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。お久しぶりにコメントします。これは手抜きではなく技術だと思います。本当の手抜きは見えるところをずれた色でタッチペンすることです。笑いっていう内容でございました。本当技術と言っていただいてありがたいです。と言いますのが、コスト削減、スピード重視で、まあ、手抜きという内容でアップさせてはもらったんですけど、逆にその条件で同じようなクオリティで仕上げるっていう方が、まあ、難しい内容になると僕は思ってるんで、まあ、そう言っていただけて本当に光栄でございます。ありがとうございます。ちなみにこの方はサバトラテンテンという名前のチャンネルで、ハイゼットデッキ版を素人さんでもできる内容でいろいろカスタムしてアップされている方です。非常に面白いですし、勉強になる内容が盛りだくさんなので、特に、デッキ版に興味ある方はこのチャンネルをおすすめいたします。チャンネルのリンクは下の概要欄に貼らさせてもらったんでアクセスいただければと思います。ちなみに、僕も今サンバばかりしてるんですけど、以前はハイゼットデッキ版も仕上げたんで、まあ、その関係で YouTube 上で会ったことはないんですけど、ご縁をいただいた方です。本当にためになりますし面白いです。おすすめです。それでは残りご指摘がなかった内容で、一応僕だけが分かっている、手抜きした箇所を、これからお伝えしていきます。はい、それでは、その他の、まあ、手を抜いたといいますか、抑えた内容をお伝えしていきます。まずは養生になります。この養生なんですけど、通常はこういった塗装専用の養生を使用します。この養生だと材料費コストがかかってしまうんで、これですね、この新聞紙を主に使って養生しました。ちなみに新聞紙を使うというところは主に材料費がかからないということになるんですけども、デメリットとしては新聞紙で余剰してしまうと、この新聞紙についているホコリが混入する、付着する可能性があるということになります。ただこの新聞は新品の新聞紙を使ってるんでホコリは問題ないんですけど、もう一つのデメリットとしては、まあ、めっちゃにならないんですけど、付着した塗料が内側に染み込んでしまうというリスクがございます。あとはこれですね、専用の養生だとマスキングテープがついているんで早く養生ができるということになります。新聞紙を使うと全てマスキングテープを貼らないといけなくなるんで時間はかかってしまうと。なんで一応材料費だけを抑えるという目的でほぼ新聞紙を使用しました。もう一つは荷台の塗装の時に他塗らなくてもいいところを
ビニール余剰で全て覆い隠すんですけど、それを使わずにでかい段ボールを置いて、なるべく塗装ミストを抑えるという方法を取りました。はい、次は中古の鳥居と取り外した煽りになります。まず鳥居に関しましては、まあ中古なんで傷はありました。で、傷は錆はなかったんですけど、削って、通常ならばパテを塗って成形して塗装するんですけど、今回はパテで成形せずにサフェーサーのみで押さえて全面塗った形になります。なので一見綺麗には見えるんですけど、近くで見るとちょっと分かりづらいんですけど、これですね、こういった感じにパテで成形してないんで、サフだけで閉じ込めてるんで、元の傷の形が浮き出ているような感じになっております。なのでちょっと離れたところから見ると全然わからないレベルにはなるんですけど、内容的には形のクオリティというよりも錆びさせないという内容だけで仕上げております。で、煽りですね。次はこちらのリアの煽りになります。こちらに関しては上の分だけパテ成形を行って、内側のこの平らの面は鉄板まで露出するような損傷はなかったんで、傷はそのままの状態で上から塗装を施しました。で、これの表面ですね、ペンキの飛び散った跡が多少ついてますけど、大きな傷、損傷、錆がなかったので目立つペンキ跡だけ落として塗装はしておりません。両サイドの煽りも同様でございます。はい、前回 E サンバーの作業、手抜きといいますか、押さえ込みといいますか、助かる表現だとサバトラテンテンさんからいただいた技の内容でございました。いつもコメントいただいてた方から、登録解除という想定外のことがあってショックを受けておりますが、今後も正直に全てをお伝えしていきますので、どうか登録を解除せずにご覧いただけるとありがたいです。それでは気を取り直して、次回からは E サンバー、こちらの作業に入ります。はい、極上と予想している E サンバーの下回りをお見せいたします。ぜひご期待ください。